レミのお留守番。ここでお絵かきしている女の子はレミちゃんって言ってね。今日はママがお買い物に出かけていて一人でお留守番しているところなんだ。初めてのお留守番、ちゃんとできるかな。お絵かきも終わったし、ママ遅いな。トントントン、ママかな。カチャッ。こんばんは。あれ、あなた誰？僕、黄色山に住んでるキイちゃん。あのね、僕山に帰ろうとここまで歩いてきたらね、急に雪が降ってきて、それ見てたらなんだかおてても冷たくなっちゃうでしょ。これじゃ山まで帰れないよ。そうなの。それはかわいそうね。でも、レミのお家には何にもないしな。あ、そうだ。ちょっと待っててね。引き出し、引き出し。引き出しの一番下。これこれこれ。私が3歳の時、ママが買ってくれた手袋。これをこうやって。ね。あったかいでしょ？ほんとだ。あったかい。ありがとう。これで山まで帰れそうだよ。よかった。じゃあね。バイバーイ。トントントン。あれ？まただわ。誰かな？カチャ？あれ？あなた誰？私、青山に住んでる青くんと言います。実は、山に帰ろうとここまで歩いてきたら、急に雪なんか降ってきますから、おまけに首のあたりがこうスースー寒くなるじゃありませんか。これでは一歩も歩けないなぁなんて困ってこちらの方へ。そうなの。それはかわいそうね。でも、レミのうちには何にもないし。あ、そうだ。ちょっと待っててね。引き出し、引き出し。引き出しの真ん中。そうそう、これ。これ、私が4歳の時、パパが買ってくれたマフラー。これをこうやって巻いたら。ね、あったかいでしょ？わあ、ほんとだ。おかげで元気が出てきましたよ。それでは。よかった。じゃあね、バイバイ。ドン、ドン、ドン。あれ、どなたかしら。母ちゃん。こんばんは。わあ、びっくり。あなた、もしかして赤鬼さん？んだ、わしゃ赤山に住んどる真っ赤かーつーもんじゃが。真っ赤かーちゃん？真っ赤かーちゃんではない。真っ赤かーじゃ。まあええわ。実はな、山に帰ろうとここまで歩いてきたら急に雪ば降ってきて、もう頭んとこが寒うて寒うて、なんだか歩く元気までのうなってしもうてんな。そうなの。それはかわいそうに。でも、レミのうちには何にもないし。あ、そうだ。ちょっと待っててね。引き出し、引き出し。引き出しの一番上。そう、これこれこれ。昨日、おばあちゃんが買ってくれた帽子。これをこうやって乗せたら。ね、あったかいでしょ？ほんに、とってもあったけえの。でも、そげに大事なもん、わしがもろうてええのかいの。うん、きっとおばあちゃんも喜んでくれると思うわ。
ありがとうよ。ありがとう。よかった。じゃあね。バイバイ。トントントン。今日はお客さんが多いわね。今度は誰だろう。カチャ。あ、ママ、お帰りなさい。あのね、レミ、ちゃんとお留守番できたのよ。